桃音モモオンのラノベ日記は、朝の初めによる日本のライトノベル。イラスト旗に原奈月が担当している。講談社ラノベ文庫から刊行されている。公式略称はモ、桃モラノ。朝野の4作品目の著作。自身がデビューしたレーベル以外でのライトノベルシリーズは、これが初となる全4巻のライトノベルである。本書について、朝野は、 高校生作家の主人公と小学生作家のヒロインが一緒に創作活動をするハイローラブコメと説明している。本書が生まれたきっかけについては、担当編集者とやり取りをしていた時に、異世界バトルアクションと小学生ヒロインのラブコメという2つの企画を提示したところ、担当編集者は迷わずに、小学生の方を選択したためと述べている。また、ストーリーの間には、 桃先生のラノベ Q&A が掲載されている。桃先生のラノベ Q&A では、ラノベ業界に関する疑問や質問について答えていた。なお質問は、公式ツイッター及び、講談社ラノベ文庫の本に挟まれている、読者アンケートハガキにて募集を行っていた。また小説発売に先駆けて、第1巻では公式サイトにて、第2巻と第3巻では、 講談社らノベ文庫編集部ブログにてそれぞれ、桃先生のらノベ Q&A の出張版が掲載された。2013年6月に公式サイトが開設された。公式サイトでは、桃先生のらノベ Q&A のウェブ出張版を見ることができるほかに、壁紙のダウンロードや小説一巻、第二章までの試し読みをすることもできる。日本国外においては、 東立出版社より翻訳版が刊行されている。モモオンシオン。それはデビュー作で累計100万部を突破したラノベ作家の名前だ。ところがシオンに関する情報は皆無で、誰もがシオンの正体を知りたがっていた。一方、シーナ・アユミは現役高校生作家としてデビューするまでは良かった。ものの、デビュー作が3巻で打ち切りとなり、次回作も出せずにいた。 そんなある日、符は担当編集者の芹沢桃花に呼び出され、衝撃の質問を受ける。突然だが、君は、小学生に興味があるか桃花に、シオンの事情を聞かされた符は、シオンが滞在しているというホテルへ向かう。そこで出会ったのは、人形のように可憐な、全裸の小学生の少女だった。平凡な高校生と、天才小学生が繰り広げる。 ラノベ業界の裏にも迫る青春ラブコメ観光開始。講段社ラノベ文庫より観光。日本国外においては、東立出版社より翻訳版が観光されている。ありがとうございます。